こんにちは。松はいつも一人の松です。ロードトゥカタールアジア予選第10戦日本対ベトナムの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはですね、ただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきたいなと思います。スタメンの方なんですけれども、日本代表の方のみと形になるので、ベトナム代表の方の、ね、スタメン発表は、しない形になってしまうので、その辺はちょっとご了承ください。日本の方は、ゴールキーパー川島選手、右サイドバック山根選手、センターバック吉田麻也選手、谷口選手、左サイドバックには中山選手が入り、3センター今回原口選手、柴崎選手、旗手選手、柴崎選手がアンカーのような形ですね。で、右に久保選手が入って、左に三笘選手、ワントップ上田綺世選手ですね。という形で来ました。まずこのスタメン発表を見たときに、まあ、第9戦、でですね、まあ、日本がオーストラリアに勝利したことで、ワールドカップ出場を決めた後での試合になるので、日本としては、まあ、切り替えというかね、そういった部分、まあ、普段使われていない選手を、まあ、起用するっていう部分で、まあ、森保さんは、まあ、選手変更を行ってきた。プラス、板倉選手と、遠藤航選手が、ドイツの方に、まあ、帰国したということもあるので、まあ、こういったスタメンになったのかなというふうに思っております。では得点シーン紹介していきます。前半18分30秒、ベトナムが先制点を取ります。コーナーキックからのセットプレーで、頭で合わせまして、先制点を取りました。で、日本はですね、53分30秒に同点弾を奪います。左サイドに流れていた久保選手から、ボックス外の中央にいた原口選手へと、まあ、パスを通し、原口選手のシュートをですね、ゴールキーパーが弾きまして、その弾いたボールを吉田麻也選手が詰めてゴールを奪いました。で、得点シーンは以上となりまして、合計スコア1対1という形で引き分けとなりました。まずそうですね、まあ、内容の方に入っていく前に、まあ、軽くちょっとね、僕の感想っていうのを話させてもらうと、ワールドカップ出場を決めたことは非常に、まあ、嬉しいことですし、まあ、一視聴者として日本代表を応援している一人の人間として、すごく嬉しいんですけれども、やっぱりこの第10戦、いわゆるまあ消化試合っていう扱いになってしまうのかもしれないし、でも勝つことで、まあ、1位通過をね、成し遂げるとか、まあ、そういったこともありますから、まあ正直に言うと、まあ、勝たなければならなかった試合ですよね。いくらね、普段主力で使っている選手たちを使っていないとはいえど、まあ勝たなければならなかった。まあ、当然日本代表の方が戦力的にも能力的にも高い選手が揃ってるし、まあ、どうしても勝たなければならなかったんですけれども、引き分けという形になってしまったというのはちょっとね、まあ不安材料も多いし、まあ結果的にも悪いと、言っていいと思います。では内容の方に入っていきます。まずですね、田中碧選手と森田選手、そして遠藤航選手、まあ、普段ね、ワールドカップ予選の、オーストラリア戦、前回の試合ではなくて日本ホームで戦った試合から、日本代表は 4-2-3-1 から 4-3-3 に変更して、この3人で3センターを組むような形に変わってから、この形をずっと、やり通してきてるんですけれども、やっぱり田中碧選手、森田選手がいないと、やっぱりパス、いわゆるビルドアップの部分でサポートも少ないし、形もないという状況が、今日もというかね、今日本当に、露呈してまして、これに関しては、まあ、森保さんが普段どれだけチームにどういう形でビルドアップを行っているのかっていうのを落とし込めているか落とし込めていないのかっていうのが、まあ、はっきり分かる内容だったと思います。やっぱり選手頼りになってしまってる。やっぱ選手がそれぞれ個々のアイディアだったり判断とかで、ここにサポートに行くと、行く必要がある、行く必要がないっていうその判断の部分で、選手に頼り切ってしまっている。やっぱりここで例えば、まあ、原口選手がしっかりと降りてくるとか、そういったことを行えるようになっていれば、あ、
森保さんとしてもしっかりとビルドアップの形は、交代選手であろうが、リザーブの選手であろうが落とし込んでいて、日本代表でこういったフットボールをしていきたいみたいなものを、提示してるのかなっていうのは見えるかなと思ったんですけども、そこがなかったっていうことが、正直に言うと悲しい事実、であったと思います。正直ね、日本代表の今回のロードトゥカタールの、アジア予選第1戦からすべてラジオ投稿させてもらってるんですけれども、内容面に関しては本当にね、選手頼りになってしまってるフットボールをやってるので、良くも悪くも両方あるみたいな感じの本当に波の多い代表チームに正直なってると思うんですよ。当然ね、結果的にワールドカップ出場を決めるっていうことがもちろん大事だし、日本はまずそれを絶対に成し遂げなければならない地位にいると思います。正直アジアの中では。ただやっぱり日本代表がワールドカップ本戦でベスト8、ベスト4と目指すんであれば、対戦相手はどこですかっていうことを考えると、今日のようなね、ベトナムだったりとか、それこそアジア予選で戦うような対戦相手とはもう格段にレベルが違うわけですよ。もうヨーロッパのトップオブトップで戦ってて、ワールドカップ優勝候補と言われるような、チーム、かつ自分たちよりも能力が高いと言われるような選手、評価も高い選手と戦わなければならないってなってくると、何度も話してるかもしれないですけれども、やっぱりその個の部分で対戦するのが難しい、抑えるのが難しいってなるんであれば、やっぱチームとしてこのチームにどれだけ対抗できるフットボールを行っていくのかっていうのが重要になってくるってなってくると、やっぱりこうね、戦術面含め監督選出っていうのは、当然重要になってくるんですけれども、今回ワールドカップ出場を決めたことで、森保さんがワールドカップ、カタールワールドカップを率いることは間違いないと思いますけれども、今日のベトナム戦を見ていると、5バック、5-4-1で守ってくる相手に対しての崩しの形だったりとか、時折縦パスを、通すことはできてるんですけれども、これは正直ね、5バックを日本代表が崩せてるっていうよりも、ベトナム代表の守備が甘すぎるっていう方が、正直な言うと本当のことだと思うし、この5バック、5-4-1で守ってくるのが、例えばね、他のトップオブトップ、フランス代表とか、あんましてこないですけど、フランスとかね、例えばスペインもないけど、そういう自分たちよりも格上のチームがそうやってブロックを組んで守ってきたってなるんであれば、日本はそれを崩せるかって言われると、現状難しいっていうのが、出てるし、どうしてもやっぱ三笘選手に頼ってしまったりとかね、サイドの選手に頼ってしまってる。やっぱりこう三笘選手も当然ヨーロッパに出ていって、活躍しているし、日本であれだけの活躍をしたから、素晴らしい選手であることは間違いないし、これからどんどん日本を引っ張っていってもらえる、間違いなく将来エースになっているであろう選手だとは思うんですけれども、現在ね、ベルギーで戦ってて、ベルギーだったよね、で戦ってて、普段戦ってる対戦相手も当然能力高いでしょうけどもね、やっぱ例えば対戦するのがカイル・ウォーカーとかなったらね、どうなんのかとかね、思ってしまうし、そういった部分での不安だったりね、そこをもし止められた時どうすんだ、その次の手、さらにその次の手は森保さんに準備できるのかっていうのを、この第10戦までを振り返りながらお話しさせてもらうと、正直なところ言うと厳しいっていうのが、実際というかね、現実だと思います。で、今日もその田中碧選手と森田選手が最初から起用されてなかったことで、ビルドアップの形が良くないし、田中碧選手ではなくて、三笘選手にボールが入ると、そっちのサイドに人が寄りすぎて逆サイドに人がいないとか、重要な局面だったりとかボックス内に例えばファーサイドに人がいないとか、そういった状況も生まれてますし、人が寄っていくことは悪くはないですけども、寄りすぎるのはダメだし、やっぱこうバランスよくね、ポジションを取ることで、選手をこう広く相手の守備陣に、まびろく、守らせるっていう利点ができますから、やっぱりそういうところをね、スペースを作るっていうことにもなりますけど、その辺もしっかりとやらなければならなかった。だからこそあれだけこう押し込んだりとかね、VAR で取り消しになったりとかしてますけど、
まあ、そういう問題ではなくって、やっぱり日本代表がこのベトナム相手にやらなければならなかったことっていうのは、しっかりとボールをつないで、ポジショニングを的確に保ちながら、5バックがたとえ、まあ、ボロボロのベトナムとはいえど、圧倒して、まあ、5対0とかね、6対0とか、まあ、それぐらいの内容で勝たなければならなかった、相手だと思います。はい。で、まあ、この本大会のね、まあ、出場が決まったっていうことで、まあ、吉田麻也選手も、まあ、ゴールを配った後非常にゴールパフォーマンスして喜んでいたんですけれども、ツイッターの方でねこういう意見を見たんですけれども、その吉田麻也選手のゴール、決めた後に喜ぶよりも、日本代表の立ち位置を考えるとすぐにボールを拾って、もう1点取り返そうぜっていう意見、そういう姿勢を見せてほしかったみたいな意見をちょろちょろっと何件か見させてもらったんですけど、その意見も非常にわかります。やっぱり日本代表 の、 そのアジアでの立ち位置ってやっぱりトップだと思います。日本と、まあ、韓国、まあ、サウジアラビアとかね、まあ、オーストラリアも、まあ、オーストラリアはちょっと日本代表との試合見るとちょっと内容良くないしね、パフォーマンスも能力もちょっと落ちたかなっていうのは否めないんですけど、まあ、正直この3チームぐらいはね、まあ、当然トップに立っていると思うんですよ。でベトナムはやっぱりこのアジア予選のこのグループ B かな、日本は、最下位に沈んでいるし、まあ、1試合勝利するのも難しいっていうチームですから、やっぱりね実力差っていうのをまあところどころ見せてましたけど、やっぱ結果としても見せなければならないし、やっぱりその今日のベトナム戦、まあ、ワールドカップ出場決まった後なので、日本代表のサポーターの方々、私を含めやっぱりこう気が楽になった状態でね試合は見てたんですけども、やっぱりそういった中でやっぱりこうどういう内容をやっぱ僕たちに提供してくれるのかって多分みんなワクワクして見てたと思うんですよ。でもやっぱ現実はこうで内容もこうでってなってくると、まあ、不安材料が残る状況でワールドカップ本大会を迎えるっていうことになるので、まあ、正直に言うと、まあ、予選グループ本当にどこと対戦するかにもよりますけど、もう相当な強豪と当たるとちょっと危ないんじゃないかなっていうのはもう本当に感じております。確かにね、森保さん、広島、サンフレッチェ広島を率いて、J リーグ優勝を果たしてますけど、やっぱその当時の J リーグと今の J リーグってやっぱ能力というか、まあレベルも内容も変わってると思うんですよ。特にやっぱり川崎フロンターレが出てきてからはやっぱりこのフロンターレに対抗できるチームってもうほとんどなくなったじゃないですか。まあ、強いて言うならというか、まあ一番まだねそこに優勝争いに組み込めたかなって思うのは横浜 F マリノスとかね、この辺りになるのかなとか思ったりするし、やっぱりこの日本代表がの主軸を見るとやっぱフロンターレ出身の選手も多いし、でフロンターレが行っているフットボールをそのままちょっとこう引用するというかね、まあ、選手だけ引きつけれて、まあ、その選手たちがそのフロンターレでやってたものを、まあ、その選手たちで行ってるみたいなことってところどころ起きてるんですけど、これはね別に悪いとは思わないんですけど、これならねやっぱ現場の監督もやっぱそうしなければならないし、日本代表の監督もね、それこそまあ例えばですけどドイツだったりとか、まあ、スペインとかねワールドカップ優勝した時って、じゃあスペインは、まあ、レアルマドリードとバルセロナの主軸を集めて、もう超超超スーパーチームだったじゃないですか。イニエスタ、シャビ、セルヒオ、ラモス、プジョルとかね、でビジャイテとかね、本当にスーパーチームで、まあ、国内の強いチーム同士の争いで、なおかつもうヨーロッパでもトップオブトップ、世界でもトップオブトップだった、両チームの主軸たちを集めた中で、バルセロナの、まあ、ビルドアップ、だったりとかボールを持つっていうスペイン代表が行っているものが、一気に浸透して、バルセロナを、まあ、ある程度軸にしたものを、行ったことでワールドカップを制した。でブラジルワールドカップは当時のバイエルンミュンヘンとドルトムントの主軸だったりとかを結構集めて、特に、まあ、バイエルンが行ってた、特にペップ・グアルディオラだったりとかね、ハインケスが行ってた、まあ、ボールを持ったりとか、まあ、レーブがねやってましたけど、当時はハンジ・フリックもいましたからアシスタントにね、やっぱりこう自分たちがドイツ代表のまあなんていうかな、一番マッチしてるやり方の中で、ペップだったりとかいろんな外国人監督が来たことで、
影響を受けて、さらにその他国の要素だったりとかを組み込んで、まあ、バイエルン、ドルトムントのチームを軸に、まあ、チームで戦ったことで、あの強さが、だからもうクラブチームの強さをそのまま代表チームに引き連れてきて、でそれをまあ代表監督が、まあ、同じことはできなくても、同じ指導だったり同じ戦術を行うことはできなくても、やっぱこう普段一緒にやってる選手が多いからこそ、なんかそこでいいものが提供できて、まあ、ハンジフリックだったりとかがいたっていうのもあって、まあ、ワールドカップ優勝できましたと。ってなって、じゃあ次ロシアはどうですかってなったら、フランスは確かに、フランス国内パリサンジェルマンが、まあ、世界一チームでは確かになかったけど、やっぱりこう各国いろんな世界にこう飛んで、もういろんな国で揉まれまくってる選手たちが集まった超スーパー軍団だったじゃないですか。でその中でやっぱこう戦術だったりとかも、そのスペインだったりドイツだったりが優勝してからもどんどん進化していって、特にプレミアリーグだったりとかがもう今全盛期になってる時に、やっぱそこで揉まれていろんな監督に指導された選手たちが、理解度高く、サッカー IQ 高く、まあ、プレーして原理原則守りながら戦うから、あれだけのフットボールができて、そこにキリアン・エンバペっていう、もう世界でもトップ5に入るであろう、まあ、強烈な子を持った一人がいるからこそ、ああいうフットボールができた。でプラス言うてもフランス代表もあれだけスーパースター軍団を集めても、一番ね、あの夢の3トップって言われたキリアン・エンバペ、グリーズマン、デンベレの3トップを起用しても全然機能しなかった。でもワントップにジルを置くことで、しっかりと現実的なフットボールを行えて、あれだけの内容を提供できるようになって、結局ワールドカップ優勝まで行ってしまったってなってるじゃないですか。でそれをじゃあ日本代表に置き換えると、もちろん川崎フロンターレが普段行っているものを軸にするべきだと思うし、彼らのところから連れてくるっていうのも一つの手だと思うんですけども、やっぱりそこと、やっぱ海外から戻ってくる選手たちをうまく融合させることって、まあ、確かにすごい難しいと思います。難しいし、やっぱ時間もないし日数も足りないので、まあ、どうしても難しいんですけど、やっぱそこはやっぱ監督の実力と、まあ、経験と、そういったものでやっぱ補ってもらわなければならないし、やってもらわなければ結局ダメになってしまう。で、まあ、なんとかワールドカップ出場を決めたとはいえど、やっぱ森保さんにはやっぱそういったところやっぱ突き詰めてもらいたいなと思うし、やっぱ応援する身としてはやっぱ日本代表勝ってもらいたいし、ワールドカップでどんどん上に行ってもらいたいってやっぱ思ってるわけじゃないですか、皆さんも。ってなると、やっぱりその今回のようなね、ベトナムっていう、いわゆるもうこれよりももう1、2段、3段、4段もそういうレベルではなくって、もう相当高いレベルにいるもう国の代表チームと戦った時に、戦うことを予想するとこの内容で大丈夫なのかっていうのは、正直もう不安材料しか残らない。当然ね、スタメンとかは変わりますよ。田中碧選手戻ってきて、森田選手また後半からね、2人も出てましたけど、伊藤選手とかも出てましたけども、結局だから彼らに頼った中でなんとかこうワールドカップ出場決めたけど、じゃあ彼らが止められてしまうような対戦相手がここから出てきますから、止められたらどうすんのっていう話になってくるんで、まあ、それはね、皆さんもまあお気づきになってる方も多いと思うんですけど、まあ、現実はなかなか難しいって感じですかね。じゃあ今日の試合、まあ、見てて本当に思ったのは、まあ、とにかく勝つっていうことと、まあ、求めるというかね、まあ、現実的に、まあ、3点は取ってほしかったと思うし、内容でももっと圧倒すべきだったと思うし、まあ、そこをね見せてくれたら、なんかこう、なんていうのかな、普段こうスタメンだったりとかスタートで使われない選手たちも、まあ、気持ちは当然入ってたと思うんですけど、やっぱこう誰が出ても同じ内容のフットボールを行えるとかね、いうものを見れるかなと思ったんですけど、やっぱそうではなかったので、その辺はやっぱり不安材料として、残って、抱えながら、ワールドカップに向かうという認識でいた方がいいんじゃないかなと個人的には思いました、はい。ということで、今回でね、ロードトゥーカタールアジア予選最後の試合が終わりました。で次はもうワールドカップになるので、本大会の抽選会が4月の何日だったかな、まあ、4月の多分初
初めの頃にね多分行われるので、まあ、そうなった時にはねまだそのラジオで対戦国との、まあ、マッチだったり予想とかねそういうものもラジオで投稿させてもらうのでその時はまた聞きに来ていただけたらなと思うんですけれども、皆さんが思う日本代表の、まあ、今回の試合の、まあ、内容だったりとか、そういった部分とそしてワールドカップに向けた、まあ、僕が話したことでもいいですけれども、まあ、いい部分、さしては、まあ、不安材料だったりとか、そういった部分も、コメント欄で寄せていただけたらなと思います。では以上になります。ぜひ最後にチャンネル登録、コメントもそうですけれども、Twitter、Instagram のフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。